ここからはパネルディスカッションということでみんなの銀行の名古屋さんと UI 銀行の田中さんにおいでいただきましていろいろ特にデジタルバンクがどういう進展を遂げるのかということでお話をいただければと思います。まずいいろろご説明をお聞きしたんですけども特にその金融 ビジネスに携わっているるものからすると、えー、どうしてこういうあの今までいなかったようなデジタルバンクができたんだろうというふうな疑問を持つかと思いますけどもその辺りその組織の中でどういう経緯でそ,のそれぞれの銀行の設立に至ったのかということをお話しいただけますでしょうか。じゃままず永吉さんからお願いします はい、そうですねまあ,あの先ほどの私のプレゼンの中に iPhone みたいなプロダクトを作りたいっていうことでマイバンクマーケティングのオレットプラスができたっていうお話の後にアップルみたいな銀行を作りたいって「みんなの銀行」のお話をさせていただきましたけれども実はあの「みんなの銀行」いつから検討を始めたのかっていうとその iPhone みたいなプロダクトを出したオレットプラスが2016年の7月にローンチしたんですけど新しい銀行をゼロから作りたいって経営陣に プレゼンしたのはそこから7ヶ月後、2017年の2月なんですよね？で、そこからまあいろいろ社内の中でディスカッションを重ねてまあ、開発みたいなところに入っていくわけなんですけど、まあ、皆さんに言うとすごく驚かれるのはそんなに早くからみたいな話はよくあります。で、先ほどのプレゼンの中でもまさにお話しした通り、フロントのチャンネルの部分っていうのは、まあある程度いろんなことができるなっていうのは？ まだサービス出したばっかりで何もうまくもいってなかったんですけれども手応えとしては感じていてでもそれがゆえにですね本当の金融機能とかサービスそのものにやっぱり手を加えていくっていうのはなかなかやっぱ既存の銀行のこのさっき言ったシステムとか業務のプロセス商品サービスをダイレクトに使うっていうのでいくとスピード感だったりとか柔軟性が、まあ、ついてこないなというのがありまして。 やっぱりであればもうそういったいろんなルールとか規制とか仕組みっていうのをもうゼロからやる新しい銀行が作った方がよりスピーディーにできるんじゃないかということが実はデジタルバンクのみんなの銀行の最初の出発点になってますありがとうございます、えー、田中さんキラボシの中ではどうだったんでしょうかあ、はい、あのー、まあ、先ほどの講演でも少しお話し,しましたけれども、えー、まず 銀行の顧客構造みたいなものがどうなっているのかというところやはりその、まあ、お預けいただいている資産だったりとかほとんどが、まあ、いわゆる高齢者のものになってきているということで、えー、非常にその金融資産金融の構造そのものがちょっといびつになってきているというところ併せてそれにまあ付随するのかどうか分かりませんけれども、まあ、来店客が本当に激変していると。 とというところです、ね、顧客お客様との接点の取り方みたいなものこれは、まあ、あのもうやっぱり相当変わってきている、えー、店舗を構えて、えー、その店舗コストを払いながら、えー、やっていくにはやっぱり限界がこれからの金融機関って出てくるんではないか、えー、というところがまずはあその。 えー、従来の銀行とは銀行を変えなななくちゃいけないといいけととうころが発端になっていますその上で何、えーまあ、でデジタルバンクなのかというところ、まあ、インターネットバンキングでもいいんじゃないかというところがあの当然あるかと思いますけれどもその中でもう一つ違う脅威に思えているのがやはり異業種先ほどまあアップル銀行とかもございましたけれども。 えー、異業種がやっぱり相当なスピード感で参入してきて,、えー、して,きているところを見ると、えー、そのやっぱり先ほど永井さんと同じですけども柔軟性だったりだとかスピード、えー、こういったものを鑑みるとやはり既存の銀行のインターネットの、えー、延長線よりも 新たなものをまあ構築するこちらの方が多分近道なのではないとかと、まあ、こういう議論をまあその銀行の中で重ねながら我々は2020年の10月に準備会社を具体的には設立をしておりますけれども、まあ、その前の段階2020年度の初めぐらいからですかね、まあ、本格的にまあ少人数で少し検討を始めたというそんな形になります。 そのデジタルっていう点でユニークだっていうこともありますけどもそのシステムのインフラいわゆる感情系のシステムを従来と違うアプローチであの作っているというところも非常にユニークなんではないかなというふうに思います。まあ、そういう点でその感情系をこういうふうにしようというところをどうやって決めたのかというのを教えていただけますでしょうか。 長さんそうですね <laughs> あの、まあ、よく我々あの環状系はパブリッククラウドの中でも GCP グーグルさんの上に構築しているので、えーまあ、金融業界ってどちらかというと多分アマゾンの AWS さんなんかをクラウドとしては使う、まあ、実績ベースがです、ね、多いんじゃないかなと思いますのでその辺りどうしてグーグルにしたんですかっていうご質問もよく受けます。でまあ パブリッククラウドっていう観点でいくと実は我々も当然あの Google だけではなくて AWS とかマイクロソフトの Azure とか、まあ、いろんなものを比較検討しているわけで結果あの、まあ、実現できるかというとどのクラウドででも実現できるという結論だったんじゃなないいかなと思いますただそのもっと前にそのシステムこの環状系のシステムの構造っていうかアーキテクチャみたいなのを考える時に、まあ、マイクロサービスを、まあ、ベースにしようとか とにかく API のの塊のよよううな銀行にしとととかか外とつながるとかですねデータの配置の仕方なんかもバッチでこう1週間に1回とか月に1回回るんじゃなくてもうほぼリアルタイムで同期してさっきのお客様に対してこうオファーリングができるような仕組みを作ろうっていうのを、まあ、そのやりたいことを形にしていくと実はあのクラウドの中でもグーグルさんが持ってた Kubernetes みたいなエンジンだったりとかスパナーみたいな。 東西両原用でシステムが動くような仕組みとか、まあ、こういったものが実はすごく我々のこう思想というかシステムのアーキテクチャにフィットするなということで、まあ、GCP にししよううとということで決めましたで、まあ、当然社内の経営陣の中ではですね多分我々が採用するまで日本の中に金融で GCP 使ってる人たちいなかったんじゃないかなと思いますけれども。 どうしてもやっぱ金融のマネジメントになると実績があるかないかみたいなとことすごく重要視するかと思いますが、まあ、当然なんですけれども、えー、まあ既存の銀行がお客様のデータをこう移行するというかシステムを移行するという意味でいくと当然実績ベースであった方が安全だというのはあの理解できますし。 ただ我々の場合は今回ゼゼロロかかららスタートしてるんんんででお客さんもゼロからなんですよねだからまあお客様のご迷惑かけることがあるかないかっていう意味でいくと新しい環状系のシステムを起動させる時もお客さんがいないという前提に立てば最低限のリスクでできるんじゃないかということでそのチャレンジもしたとこんな経緯があります。ありがとうございます、えー、ますた、UI、銀行はその 他の銀行のシステムを使うというアプローチだったわけですけどもここに至ったあの経緯みたいなことはどんなものなんでしょうかもともとまあきら星銀行っていうのがあの2018年の5月に、えー、これは参考合併によって一つの銀行になったと。でシステム統合については2020年の5月ここでワンシステムになったというような形になっています。 やはりこのシステム統合とかっていうところを得ておりますけれども、えー、そのこのシステムをです、ね、こう統合させるっていうのは非常に大きなプロジェクトでございましたけどもやっぱり相当な時間がかかるなということを実感をしました。 でその上でそこと同時並行的に今デジタルバンクのところを構想を練り始めたというところがございますけれども我々とすればやっぱり早く、えーまあ、ローンチをしたいというところもございますそういった観点ですで、えーまあ、に日本で実績のあるシステム、えー、これを、まあ、最終的にはあ今、新犯銀行が、えーまあ、採用しております SBJ 銀行ですね、えー、そちらの ITEL という勘定、まあ、系システムこちらのほうは えー、プライベートクラウドで感情系を動かしながら、まあ、情報系のところも含めた API のところはオープンクラウドというような形になっていますので、えー、そこのところは若干二重構造になっておりますけれどもいかにそのオープン API のところここをクラウドオープンクラウドのところで 早く作るのかというところここの勝負だというふうに思ってましたのでそこをまあ優先させることを鑑みるとやはり既存のシステムこういったものをでに実績があるところここをベースとして構築をしたそういう経緯になりますありがとうございます、まあ、おそらくあの金融機関のシステム関係者にとっては非常に興味のあるエリアだったかと思います それから、まあ、あのお二人のお話をあのお伺いしていると割合とスッと開業できたようにもあの聞こえてしまうんですけれども特にこういったところがその開業にあたってあの大変だったというようなところがあれば教えていただけますでしょうか。じゃあ永吉さん そうですね,ですねまあやっぱりあの、まあ、本当大変だったことばかりなんですけども過ぎてしまうとはですねやっぱりどん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 その情報が上塗りされていくんでもうなんかきついこともなんかつらかったことも私はあの忘れていかないと新しいことが入ってこないタイプなんてないんですけど、まあ、やっぱりそのビジネスの観点とシステムの観点大きく2つあるかなと思ってまして、えー、まあビジネスの観点でいくと、まあ、要は商品とかサービスとか業務のプロセスもゼロから作ろうっていう中で。 えー、もちろん土台という意味でいくともともとの銀行員のメンバーなんかを中心にですね商品とかの業務のプロセスみたいなところを、まあ、最初の主体に書くんですけどそれそのまま作ったら銀行の商品とサービスと一緒じゃんっていう観点であるいはデザイナーとかマーケターとかいろんな人が入ってきてケンが本当に会議の度にですねなんかこの人たちいつつかみ合いの喧嘩するんだろうみたいな感じであのもう。 いやこうあるべきだこうあるべきだみたいなことを一個一個乗り越えてきたかなと思います。まあその結果が今 UI とか UX とかでまあかなり海外のデザインなんかの賞でもですね受賞いただけたりとかまあご評価いただいているというのはまあ一つ乗り越えてきたハードルかなと思っています。それともう一つはまあシステムのところで。えー まあここももともと関連会社のシステム関連会社とか、まあ、ベンダーさんに基本アウトソーシングしてやってきているので、まあ、それがまあ我々のチームの中に一メンバーとしてそれからまあいろんなアクセンチャーのエンジニアとかいろんな方々とこう進めてくる中で。 まあやっぱもうクラウド上でそのシステムをゼロから作るっていうのももちろん、まあ、私なんかどちらかというとビジネスサイトの人間なんで計り知れない苦労があったと思いますし、まあ、やっぱこのコロナの中で本当は途中で,です、ね、開業時期期を延期しようかとと思ったこともありますそれぐらいやっぱりこうどんどんメンバーがこうジョインしてきてこれまでのこうリレーションとかコミュニケーションのない中でその ビジョンに従ってものを作るみたいなところだけで進んできたみたいなところがあるんでまあやっぱなかなかこうリアルに集まってみんなでああでもないこうでもないみたいなところがまあもちろんコロナ前とあと中途では全然違ったかなと思いましてもっとそこのコミュニケーションの中がスムーズにいくともしかしたらもう少し早く何かできたのかなとも思わなくもないですしまあでもこの環境の中でできたからこそですねいろいろなマルチロケーションまあいろんな外部のベンダーの人たちとも コラボレーションしてまあ何とか予定通りに銀行が開業できたのかなというのもまあそのある意味コロナのおかげっていうところもあるかなと思ってます。ありがとうございます。田中さんそのあたりいかがでしょう。はい。まああのやはり銀行の開業ということがありますので、えー、まあ開業にあたってシステム システムの,、まあその不調みたいなものだったりだとかトラブルというものはこれはご発動ですのでやはり開業の前からですね開業を、まあ、安定まだまだ安定はしてませんけどもあのやはりそのシステムの立ち上げのところですねここに関するその神経の使い方やっぱ相当なあの大変だった思いがあります。あと併せてやはり 新しい銀行を作るっていうところになりますけどもやはり私も従来型の銀行員でしかないし、えー、どうしてもその何んですかね、えー、縦割りだったりだとか報告のラインを気にしたりだったりだとかっていうのがありますけどもそれですと本当にあの何のために作ったのか分からないっていうところがありますのでなるべくそのティール型でフラットなっていうところこれがま,あまだまだ実現できてないところもあるんですけども。 あのそういうことにどう,どうこう組み込んでいくのかっていうところが多分これからの,その新しい銀行を組み立てる上での一番大事な要素なのかなと思っていてちょっとそれをやるには私もちょっと年いっ そんなな感感じは今実ととしてです、ね、あのしてているところになりますやっぱり外部の人間とかと先ほどありました通りまり、あ、これからまあフィンテックの皆様のとの連携みたいなものっていうのは一つやっぱり勝負になってきますのでそこをどのような形で垣根のない形でできるような組織を作っていくのかっていうのが、まあ、あのこれまでの大変なところでしたしこれからの課題なのかなってそんな感じで思っています。 ありがとうございます。えー、ゼロから銀行を作ってしかもその名前もあの、まあ、親銀行とつながってることがよく見えないような名前をそれぞれ採用されているということもあってお客さんをあの獲得していくっていうことのためにどんな工夫をされてきたのかっていうのを、まあ、少しあの。 プレゼンテーションの中でもお話しいただいてますけども、改めてあのご説明いただけますでしょうか。じゃあ長吉さんお願いします、ね。そうですね。今回まあみんなの銀行という名称もそうですし、まあサービスの世界観とかまあ、ビジュアルなんかも見ていただくと、既存の銀行と全然違うなっていうのはあの感じていただけるかなと思います。あえてそれはもうブランドを分けてですね、展開するっていうのは。 我々の場合は特にその、まあ、デジタルのサービスなので、えー、何も九州のお客様だけではなくて全国のお客様をターゲットにビジネスを展開していこうというのがありましたから、まあ、ここに福岡フィナンシャルグループの福岡とかですね FFG みたいな色がついてしまうとやっぱりまあ心情的なもんですよサービスは良ければ別に福岡銀行のサービスでもいいと思いますけど北海道にお住まいの方がなんか福岡銀行のアプリだって言って使うかっていうと多分使わないんだと思うんですよね。 まあそういった意味で本当にブランドを全く別ブランドにして、えー、まあさっき言ったターーーゲットにに刺さるるよううなななアプローチコミュニケーションのの仕方をしているっていうのが一番大きな理由になりますただ一方で SNS とかでですね我々さっき言ったコミュニケーションチャンネルにしてるんでいろんなその口コミでこうやっていくと、まあ、なんかこう「講座解説したら宣言プレゼントされます」みたいなみんななんかこう怪しいってどこぞの怪しいサービスだみたいなので「<laughs> 怪しい怪しい」っていうコメントをする人たちがいるんですよね。 そうするとここもまあユーザーの人たちがいやこれ怪しくないよってなぜならあの地銀で一番大きな地域金融グループの福岡フィナンシャルグループのまあグループ銀行なんだみたいなのを我々が回答することもなく勝手にそうやって回答していってまたそう消していくっていうかですね上乗りしていってくれるなんかっていうのはある意味まあ後ろ側がまあしっかりとした銀行のグループ母体があってまあそこの信用力っていうのをまあ都合よく使わせてもらってるというか。 まあそういったブランドをあたがえて新しいアプローチをするけれども、まあ背景はちゃんとバックグラウンドとちゃんとした銀行で、えそこのノウハウっていうのもしっかりとありますよっていうところで保管し合う、まあこんな関係がうまく今いってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます、えー。田中さん、キラボシはもう少しその親の援助も得,得てる印象もありますが、いかがでしょう。あのおっしゃる通りで、えー、まあ。ああ やっぱりきらぼしのお客様、えー、既存のお客様も含めてやはりそのトランザクションな取引みたいなものも含めてなるべくこちらの方で吸収をする、えー、それによってまあグループ全体としてまあお客様へのサービスの質、まあ、各銀行が2つありますのでそこを違えていくっていうのが一つのコンセプトになってますので。 そういういアプローチからするとそのどちらかというと関東のお客様を中心としたアプローチになっているただそうは言いながらやっぱり全国をターゲットとしてますので、まあ、全国からお客様も今実際にはアプローチいただいてますのでございますけれども、まあ、対面と非対面みたいなサービスを融合させていくという観点でいうとどちらかというと身近なお客様をどういうふうに取り込んでいくのかというアプローチになっているかと思います。 でその上で、えー、先ほどありましたとおり、まあ、高齢者にも優しいということを我々は標榜しているところでありますけれどもそういう観点でいうと、まあえー、これからその銀行の店舗も含めたサービスのあり方が変わっていく中で、えーまあ、今の高齢者のお客様も店頭へ来なくても えー、十分なサービスが受けられる、えー、金融サービス以外のものも何か提供できる、まあ、そういうつながりみたいなものを、まあ、一つの取っかかりとしてですね、えー、まあそのターゲットとしてやっていくというところになりますのでアプローチの仕方た、まあ、先ほども言いましたとじゃあ若年層と高齢者の方これ本当に2と終えるのかどうなのかっていうところはすごく 怖,く怖いし課題があるというふうに当然思ってますけれどもそれを今ちょっとトライアルも含めててやりだしいいるかななとうそんな印象ですまああの金融機関の人間にとっては既存のそのいわゆるレガシーシステムと呼ばれるものの,あの制約によってなかなかシステム開発のスピードが出ないとか 他ととの連携がううまくいいいかないっていうところで、新しいエンティティで新しいシステムでスタートできるっていうのはあの一つの理想で、まあ、あのこの2個はそれをその実現しているという点で非常にあの希望を示す事例なんではないかなというふうに思ってますけどもこれからのデジタルバンクを作るかもしれない作りたいと思っているような人にもしあのアドバイスをするとしたら どんなことをあの言えるのかというのをちょっとお願いできますでしょうか。じゃあこれも長谷さんからお願いします。そうですね。まああの <laughs> 我々早くから立ち上げたんで競争相手が増えると困っちゃうなってくるのがあるんで <laughs> アドバイスっていうのがあるのかっていう意味でいくとなんかちょっと反対のことを言っちゃおうかなとか思ったりしますけれども。 やっぱりあの何かしらのことにこうフォーカスしないとデジタル完結だったりとかっていうのにはあのできないかなと思うんですよね。まいうの平さんの UI 銀行さんの方うもいろいろと葛藤あるっていう話ですけども、まあ、グループの中でお客さんのリアルなチャンネルとこう非対面のチャンネルみたいなところにある意味フォーカスして非対面のところを UI 銀行さんのところにまあ寄せてくるみたいな戦略だと思いますので。 なんかこう今までの既存の銀行のようにもう全部何でもかんでもしますみたいなところのデジタルバンクっていうのはもうかなりやっぱりデジタルの強みっていうのをどこに生かすのかっていうところですよねあと既存の銀行の弱みっていうのがあるんあればそれをデジタルでどう解決するのかっていうどこかにこうフォーカス戦略みたいなところっていうのはすごく重要なポイントだと思っています。 我々もそういった意味で、えー、まあいろんなものにフォーカスして今手探りでですねトライアンドエラー進めてるっていう感じかと思いますのではいありがとうございます田中さんはいかがでしょうか、はい、まあ、あのー、まさにまあまあ我々今月まあ先月ですかあの開業したばかりなので、えー、まあ。 まあ新しくまあ立ち上げる人がいらっしゃるかどうかあれですけどもやっぱり銀行作るって大変だなと <laughs> っていうのがまあいつだわざる実感です。あのまあデジタルであれまあ通常の商業銀行であれやはりえまあお客様の資産を預かってえしっかりとまあ管理する運用するっていうところのやっぱり銀行としてっていうのはデジタルもまあ商業銀行も。 あの変わらないのでやっぱそこのベースのところっていうところまあ,あしっかりと作らなくちゃいけないというところはこれはもう,もうそのデジタルだからとかあの既存の銀行だからというか変わらずやっぱりあの一つ大変なことだと思いますので、まあ、そこを覚悟した上で、えー、おっしゃられたり商業銀行じゃないところをどこに作るのかっていうところここをやっぱりフォーカスしないとお差がつかないので。 そこのフォーカスの仕方が、うん、とまあまが、あ、みんなの銀行さんと我々のフォーカスの仕方がやっぱり違うっているところだと思いますけどもそこに何か特徴を見出さないとうんと進みがこう,こうぶれちゃうかなっていうそ,そんなあの感じは少し感じてますね。まあ、ともあれ、まあ あのまだまだ我々我々開業したばっかりなので、あのそ,そのアドバイスするあの立場ではまだまだないかなってそんな思いです。<laughs> はい。<laughs> アドバイスする立場ではないですね。ありがとうございます。あのお答えにくいことにもあのお答えいただきまして、あのみんなの銀行の名古屋市さんそして U.I. 銀行の田中さんどうもありがとうございました。あの。 フィノラボがお届けしているフォーエフ一日目はデジタルバンキングの進化というようなことで、あのいろんな角度からお話をお聞きしてきています。えー、明日もあの、えー、また別の視点からお届けしますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。